アレゲニー航空はアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグにかつて存在した航空会社 US Airways の前身であるアレゲニー航空は1939年にオールアメリカンアビエーションカンパニーとしてリュポン家によって設立された当初は航空郵便のサービスを行っていたが1949年に 旅客サービスを開始したことで名前をオールアメリカン航空に改称し、1952年に再び解消し、アレゲニー航空となった。コンベア5801950年代に入ると、アレゲニー航空は企業として成長し始め、1960年代前半にはコンベア540を導入した。しかし、コンベア540は、 エンジントラブルが多発し商業機として役に立たないことが分かったため、すぐにコンベア580に差し替えた。また、アレゲニー航空は地方におけるコミューター航空と提携し、アレゲニー航空便とリンクさせる方式を取った最初の航空会社のうちの一社でもあり、一時はこの方式をアレゲニーコミューターシステムとも呼ばれていた。 この方式に基づき1968年にインディアナポリスのレイクセントラル航空、1972年にニューヨークのモホーク航空を買収している。しかし航空業界で規制緩和が行われたことで競争が激しさを増す中アレゲニーコミューターシステムから地方の航空会社のイメージがつくのを嫌った。アレゲニー航空は1979年10月生 us エ i r アーに解消した。解消後においてもしばらくは、コミューター路線においては、アレゲニーコミューターサービスとして、アレゲニーのブランドを残していたが、その後、コミューター路線も名前は、us a i エアウェイズエクスプレスに解消された。しかしこの、アレゲニーの名前は再び子会社の商標としては、使われ続けることとなった。この子会社は、 ペンシルベニア州ハリスバーグに本社を置き、ボストンとフィラデルフィアから、アメリカ北東部とカナダに、デハビランドカナダ DHC-8 を使用した路線を展開しているが、この路線は2004年に合併したピードモント航空の旧運航路線である。ここでは1979年に US Air に解消した時の保有機材を掲載する。 マクドネルダグラス DC-9BAC-1 から11も、ホーク2 9 8 9 6 9年9月9日、シンシナティからインディアナポリスに向かっていた、アレゲニー航空853輪、マクドネルダグラス DC-9 型機が、インディアナポリスの南東で、小型機と激突し、大豆畑に墜落した。これによって両機に乗っていた、 乗客乗員83人が全員死亡した。ありがとうございます。